皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ、お元気でいらっしゃることを願っています。韓国軍に入隊中の BTS メンバー V、V の近況が公開され、注目を集めている。統一部の YouTube チャンネル、統一部 UNITV に8月4週目のニュース映像が投稿された。統一部は7月19日から22日まで、 国家の非常事態への対応力を確認する、ウルチ、ウルチ、演習を実施しており、この動画にはその様子が収められている。BTS メンバー V、V の近況が公開され、注目を集めている。統一部の YouTube チャンネル、統一部 UNITV に、8月4週目のニュース映像が投稿された。統一部は、7月19日から22日まで、 国家の非常事態への対応力を確認する、ウルチ、ウルチ、演習を実施しており、この動画にはその様子が収められている。動画にはウルチ演習の後に訓練服姿で隊員たちと共に座り、親指を立てる部位が映った。髪は短く、目以外はマスクで覆われた状態にもかかわらず、彫りの深い顔立ちと切れ長の目で、波外れたビジュアルを誇っている。 これに対しネットユーザーは、目しか見えないのにすぐに分かった、入隊してさらにかっこよくなった、鋼鉄部隊みたい、韓国の軍人は本当にかっこいいなどの反応を見せた。V は昨年12月、陸軍の現役兵として入隊し、江原、関温、道春川、チュンチョン、市の陸軍2軍団で、司令部直轄の軍事警察団特任隊に含む中。 4月には鍛えられたたくましい体を披露し、話題になった。皆さん、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。感想はコメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。